高く燃える永遠の命よ。その虚しさに今優しく触れるから、惹かれ合うとは共鳴するものばかりだと思っていたけれど、二人は知れば知るほどに正反対だね。心の奥に咲いた花は私の中だけじゃなかったんだ。自分決めた。私の名前はフランドール・スカーレット。この城で生まれ育った。吸血鬼という種族で、お母様とお父様とお姉様と私で4人家族で暮らしているの。この城で生まれて私はすごく幸せだった。時間が過ぎてからあの時の悲劇が起きるまでは。フラン、入るわよ。よく眠れた？うん、よく眠れたよ。ベッドふかふかで、すやすや眠れたよ。あったかいね。この人が、私のお母様。とても優しくて、私たちのことを愛想尽かさずに愛してくれている、かけがえのない、お母様なの。ちゃんとお着替えをしなさい。向こうでお姉ちゃんがいるわよ。お父さんもあなたと食事がしたくて、向こうで待っているわよ。早くいらっしゃい。はい。この料理、美味しい。この料理、何なの？ああ、それね。七面鳥という食用の鳥よ。腹のあたりに、油が乗っていて、すごく美味しいわよ。不満ばっかり七面鳥じゃねえわよ。いい加減私にも食わせなさいよ。はは、フランドール、ゼニリアにも食わせてやりなさい。フランドールが七面鳥ばっかり食っていたら、太るぞ。私は七面鳥を全部食っても太らないよ。全部食えるもん。だからこの七面鳥は私のものなの。なんだって？フランの手に生意気ね。これはこの城の主になる予定のレミリアが直接お仕置きを下す必要があるわね。こらこら、レミリアも喧嘩をやめなさい。フランドール、お前も喧嘩をやめなさい。今日はね、フランにプレゼントがあるのよ。開けてごらんなさい。きっと喜ぶと思うから。なんだろう、開けてみるね。あ、私が欲しかったやつだ。お母様、ありがとう。大事にするね。お母様は、私が欲しいものを何でも買ってきてくれるの。私はもらったそのお人形を大事にしたの。うんとね。それはフラン。お母様に買ってもらって、お母様も私の欲しいものがもらえたわ。はいはい、今度レミリアのも買ってあげるわ。だからもう少し待っていなさい。やった、これでフラン
日のスターティング。長かったわ。この日が来るまでどれぐらい待ったのか。準備は整ったわね。それじゃあ、せーの。メリークリスマス。乾杯。わーい。クリスマスパーティー楽しい。今宵の夕食が、こんなに豪華だなんて初めて。はっはっは、よく味わって食べなさい。こんなことは、クリスマスパーティーか、誕生日ぐらいしかしないからな。食いしん坊だな。本当に食べきったら平らげてしまうな。はっはっは。両親はクリスマスパーティーや誕生日会、そして結婚記念日には必ずこういう超豪華な食事を出してくれるの。超お金持ちなの。かつてないほど私たちは毎日豪華な食事を味わえるほど裕福で豊かな生活を送ってきたの。そう、その日は突然起きたの。